ISA 世界ムエタイバンタム級タイトルマッチ、その王座を保持する男、ムエタイとキックボクシングの二刀流マスター、シロー。ムエタイの本場タイで単身武者修行に励む、本物の強さを極めんとする男。ラジャダムナンと並ぶ二大スタジアムルンピニーでは、すでにレギュラー参戦するほどの実力を見せ、倒せる打撃を武器に現地での知名度も増した。その一方で、自らが保持する ISKA の世界王座戦では、ヨーロッパの強豪を軒並み撃破。戦う場所や戦う相手など選ばない真の強さを、この日本の侍は持っている。強い選手とか有名な選手と戦うことが自分の中で一番だと思います。さらに強くなった自分を見せるのがまずは最低条件だと思っているの で、周りの日本人の選手とはレベルが違うっていうのを見せたいですよね。そんなシローの前に立ちはだかる情熱の国スペインからの挑戦者、ゴンサロ・テバス。シローと同様に自国スペインとタイを往復し、立ち技格闘技極めんとする生粋のファイター。昨年2017年には WPMF 世界スーパーバンタム級のベルトを巻き、その高い実力を証明してみせた。今回の巡ってきたビッグチャンス、テバルは狙っている。世界王座の二冠王。Yo creo que voy a ganar a los puntos. Mucho golpe, muy fuerte. Siru es fuerte también, pero yo creo que voy a hacerle daño con mis golpes y al final ganaré a los puntos. またしても強敵を迎え撃つシロー。しかし、この男に負けは許されない。日本とタイで頂点を極め、真の世界最強の男となるその日まで、全身全霊を込めた戦いを貫く。前回の防衛戦で3ラウンド KO 勝ちで KO できたので、今回2度目の防衛戦も KO 勝ちできるように頑張ります。完封して最後は倒して勝ちたいです。情熱の国スペインからの刺客か、ムエタイとキックボクシング二刀流マスターか、世界レベルの王座戦、今そのゴングが鳴る。 ISK 世界ムエタイバンタム級タイトルマッチ、3分5ラウンド。挑戦者ゴンサロ・テバル VS 王者シロー。